皆さん、こんにちは。レック公認会計士科の中島です。えー、本日、令和6年第1回の公認会計士担当式試験が実施されました。えー、受験された皆様、本当にお疲れ様でした。えー、それでは早速ですね、えー、4科目全体の公表と合格ボーダー、えー、最後に合格発表日までのやるべきことについてお話したいと思います。 え全体の公表、合格ボーダー、合格発表日までにやることですね。早速スタートしていきます。はい。えー、まずですね、合格者と合格率の、えー、今回の試験の予想についてお話しさせていただきたいと思います。はい。例、え、は、ー、4年から例は5年。 えー、担当式試験に、えー、ちょっとピックアップしてですね、お話しさせていただきますと、えー、第1回目がだいたい合格率が12%であったりとか10%であったりとか。とかはい、特筆するときはやはり合格者ですね。えー、1200人弱が、えー、最近では合格されていると。で、第2回、えー、つまり5月の試験に関しては、えー、合格率は7%から8%と。 で、合格者数はちょっと波がありまして、えー、令和4年は780人でしたが、えー、令和5年は921名となっております。で、現在ですね、えー、今回の試験、令和6年第1回については、願書提出者数がですね、15,681人というふうになっております。はい。えー、ここからですね、過去の第1回目の、えー、答当案提出者、 の率を、えー、かけてですね、見てみると、はいえー、今回の試験は1万2293名の方が、えー、受験されているのではないかと予想されます。はい、で例年通りですね、合格者、えー、1200名弱ですね、えーまあ、平均取ると、まあ、1191人、えー、これぐらい合格されると予想するとですね、 はい。えー、なんと今回のですね、合格率は、えー、ついに10%を切って9.7%と、えー、非常に難しい試験だったじゃないかなというふうに、えー、現段階では予想されます。はい。で、これを踏まえてですね、えー、各科目の、え、ボーダーの方また振り返っていきましょう。えー、企業法なんですけども、 森村先生のですね、動画が別途アップされていますが、正答可能性高が13問。うち13問はやはり合格しないといけませんので65点。制度可能性中は6問ありました。まあ、半分は取ってきてほしいので15点。3問で15点ですね。それと可能性低に関してはですね、1問ございましたが、まあ、これは特に正解しなくてもいいので、 はい、えー。合格ボーダーは80点と,となっております。これは前回もですね、同じような形だったので、企業法はそこまで例年と変わらないかなと思います。はい。で管理会計論なんですけども、 これ、二宮先生の動画でもお話ししていますが、正当可能性高51点分があって、えー、80%の正当をしてほしいので70.8。中は42点ありました。この半分を正当してほしいので21.0、えー。正当可能性低が7点分ありましたが、えー、これは2割取れればいいということで1.4点ということで、まあちょっと期待値的な感じで、えー、数字が出ていますが、はい。 昨年の50点台と比べてですね、ちょっと高くなっています。管理会計のほうは63.2点と。これがボーダーです。はい。三科目目、えー、監査論です。はい、えー。現在ですね、草川先生の方動画を撮っておりますので、えー、ボーダーだけお伝えすると、 前回の70点ではなくて、ちょっと上がった感じですかね。75点という感じになっております。はい、最後です。財務会計論です。はい、現在、影山先生の方はですね、動画を撮っていますが、こちら合格ボーダー132点ということになっています。これらを踏まえてですね、まあ全体の えー、ボーダーを見ていくと、まあ、70%から71%ですね。まあ、500点満点ですから、まあ、350点、はい、ぐらいかなというふうになっております。なので、えー、ちょっとね、高めのパーセンテージになっているかなと思います。はい。 で、えー、正答率が、全体の正答率ですね、えー、70%以上ならですね、えー、ぜひ来年の24年の論文の方の勉強をスタートしてほしい。そして、えぇ、ー、正当率70%未満であれば、えー、24年の5月の担当の可能性が少し高くなりますので、えー、担当の方の勉強の方で進めるという大前提でですね、えー、この後のお話に進みたいと思います。 で、えー、1月19日金曜日が、えー、合格発表日ですから、それまでにですね、えー、年末年始でぜひやっていただきたいことをお伝えします。まず、レックのですね、えー、初学者向けのコース、担当合格コース、秋制だったり、あと春制でですね、前倒しで今回の12月の試験を受けた方、 あと、学習経験者向けの担当合格パックや担当論文合格コースですね。これらの受講生の方にお伝えしたいのが、優先順位一番は、まずこのコースパックに含まれるですね、上級講座。 これで未消化部分がある場合は全て受講を完了してください。これなぜかというとですね、担当のインプット部分の後半の部分になるとは思うんですけども、えー、このインプットがないとですね、えー、論文の式試験のですね、えー 前提知識といいますかね。論文の講義の前提知識がない状態となってしまいますので、最低限ですね、この上級講座の部分はしっかりと未消化部分がないようにする。これが優先順位一番です。 で、それがないよ、またはそれが完了したよという方は、優先順位2番に行きましょう。えー、今回の全体の合格ボーダーが70%以上の方、えー、ぜひ来年の論文の方に学習を進めていきましょう、はい。担当論文合格コースはですね、論文の部分が入ってますので、そのまま学習をスタートしていただければ OK ですけども、 例えばですね、23年12月のですね、担当合格コース秋生の方や、24年5月担当合格コース春生の方はですね、24年の論文合格コースのお申し込みの希望ですね、教えてチューターでぜひご連絡ください。はい。こちらでですね、論文合格コースのお申し込みのですね、ご案内をさせていただきたいと思います。 で、この論文の合格コースですね、お申し込みがもし完了されましたら、えー、租税法のですね、えー、講義の方を優先的に進めるようにしてください,、はい。租税法が一番ね、講義のボリュームが多いので30コマありますから、えー、それをちょっとですね、年末年始にコツコツと受けていただくということになっています。 で、例えば全体のボーダーが70%未満の方はですね、まあ、24年度5月の担当の可能性がちょっと高いので、えー、お手持ちの <laughs> 担当のですね、えー、問題集とか、あと、当連とか模試とかも、ね、しっかりちょっと復習をしてみてください。特にここはバッチリできている方でもですね、財務と管理の計算の部分は問題集を回しながら優先的に復習をしてください。 これは、ふか、えー、蓋を開けてみてですね、えー、実際は、え、70%未満でもですね、自分は合格してたっていう可能性もありますが、ここの財務と管理の計算の部分は、年末年始何もやらないと、ものすごく忘却してしまってですね、えー、論文でも全然出題されるんですけども、論文の方の学習の方にですね、スムーズに進めないということがありますから、必ずこのですね、えー、合格ボーダーの未満の方はですね、まあ、財務と管理の計算を中心にですね、まあ問題 1> 内1が一番いいと思いますが、これを優先的に復習するようにしてください。で、蓋を開けてみて合格している場合でもですね、まあ、論文にそのまま使えますからね、決して無駄にならないかと思います。はい。で、レックの圧縮担当合格パックとかですね、圧縮担当論文合格コース。はい、これを申し込みされている方、まあ、全体のボーダーが70%以上の方はですね、24年の論文にぜひ行っていただきたいと思います。学習をですね。 で、たとえですね、この圧縮パックとか圧縮担当論文合格コースのですね、えー、中に入っている講座で、えー、未消化部分があってもね、えー、まあ、多分3倍速講座とかが該当すると思うんですけども、3倍速講座はかなり担当を突破するために特化した、ね、えー、インプットになってますんで、これに関して未消化部分があってもですね、えー、論文の学習は進めてしまっても構いません。 で、論文はですね、やはり租税法のですね、インプットの方を優先的に学習を進めてください。はい。で、全体の合格ボーダー70%未満の方は、24年5月の担当の方に比重を置くことになりますから、問題集、同例模試ですね、これをしっかり復習していきましょう。先ほどお伝えしたように、やはり財務と管理の計算をですね、優先して復習をするようにしてください。 はいえー、ここからはですね、イベントのご案内になります、はいえー。12月16日ですね、今週の土曜日16時半からですね、えー、特別小学生試験を実施します、はい。実施する学校は画面にある通りになっています。で、えー、来年の1月20日でもですね、特別小学生試験実施されますが、 こっちの1月の方を受験する方ですね。まあ合格発表の翌日なんですけど、こっちの方を受験するっていう方は、この12月16日の方は受験できませんので、どちらか片方になりますのでどうかご注意ください。はい。12月16日同じ日にですね、今週の土曜日ですけども、今回の試験の分析会を実施します。 来年5月の試験はどういう形になるのかというお話とかもですね、細かくさせていただきたいので、ぜひご参加できる方は参加していただければと思います。生は渋谷駅前本校で実施します。同時中継が梅田と札幌、名古屋、佐世保と長崎になっています。 で、1月のですね、合格発表の翌日ですね、1月20日土曜日ですね、16時半から、第2回の特別小学生試験になります。実施校は画面にある通りです。12月16日の先ほど説明した特別小学生試験を受験した方は、こちらの1月20日の方は受験できませんので、どうかご注意ください。 えー、この1月20日、同じ日にですね、えー、5月の担当と3ヶ月後の8月の論文を一気に取ってしまおうと。5パチって皆さん呼んでると思いますけども、5パチを取るための最強ムーブーということで、えー、小林講師と佐藤講師を呼んでですね、えー、こちらの方でガイダンスをしていきたいと。 思っています、えー。渋谷と梅田、札幌、名古屋、佐世保、長崎で、えー、こちら放映していきますので、ぜひご参加していただければと思います。はい。はい。こちらの動画は以上になります。まあ、イベントの実施コーナーのですね、詳細については、この動画の概要欄の方の URL に貼ってますので、ぜひご確認をいただければと思います。 はい。えー、本日はですね、まあかなり毎年寒い時期だったと思うんですけれども、今日はかなり過ごしやすい日だったと思いますが、えー、明日はですね、えー、残念ながらちょっと寒い。 ね、全国的にかなり気温が下がってですね、えー、東京は雨になってますんで、えー、ぜひ皆さんですね、体調管理だけは、えー、していただいて、えー、ぜひゆっくり休んでいただければと思います。まあもちろんですね、えー、学校があったりとか、 えー、仕事がある方も多分,多分多くの方いらっしゃるとは思うんですけども、まあ可能な限りですね、えー、心の方、あと体の方もぜひ、えー、休むようにしていただいて、えー、またですね、えー、論文、またはちょっと再チャレンジになる可能性がある担当であったりとか、それのですね、勉強の準備をしていただければと思います。はい。私からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。